黒ずみ家を虐げてきた光月家の罪人どもをひざまずかせ、一生立てつくことなどできないほどに恐怖を与え続ける。今までもこれからも永久にだ。あの国を滅ぼすのは俺だ。この国は俺のもんだ。文豪をわきまえろよ。カイだ。てめえみてえな腰掛けが誰のおかげで武器の調達ができると思ってやがる。俺あっての和の国だろうが分かってるんだろうな。分かったならいい。俺たちがやることはまずそこにいるガキをぶち殺す。